羽田京急バス、東京営業所。羽田京急バス。東京営業所は、京浜急行バスの子会社として、かつて存在した、羽田京急バス株式会社の全路線の運行を、所管する拠点だった。羽田京急バスは2018年、平成30年4月1日付で、京浜急行バス本体に九州合併され、営業所組織は、京浜急行バスに復帰して、 羽田営業所となった。京急空港線、穴森稲利駅にほど近く、親会社である京浜急行バスの羽田営業所と隣接していた2012年11月30日をもって京浜急行バス、羽田営業所は一旦閉鎖。その他、穴森橋付近に高速バス車両を止め置けるスペースがあったが2015年頃に閉鎖され、跡地には 同じ京急グループの京急 EX 院が建設された。自社路線の他に、親会社の京浜急行バスから路線の運行管理を受託していた。なお、車内放送は、現社設立当時の会社名、京急バスのまま、解散まで変わらなかった。羽田空港発着路線では、車内放送や案内表示機で日本語のほか、英語による案内も行われている。 営業所固有記号は NH、京浜急行バスからの運行委託者は H を用いる。羽田営業所の閉鎖後、H 表記者は運行委託者のみとなった。また、貸切特定輸送の免許を取得していることから、貸切特定登録された車両が配属されており、それらの営業所記号は SNH、TNH SN となる。この項では、 羽田京急バス株式会社の事業期間中に廃止となった路線について記述する。京浜急行電鉄羽田営業所時代の1962年、昭和37年に新設。1973年、昭和48年の臨港バス、蒲田撤退時にも廃止を免れた。蒲田駅から川の45系統と川崎鶴見、臨港バスの日出町線を合わせたルート。 伊スズ自動車川崎工場まで運行された。京急バスへ移管後、同工場の閉鎖により2004年、平成16年12月28日限りで廃止となった。二路線とも2010年、平成22年10月の羽田空港国際線、ターミナルオープンと同時に開設された。国際線ターミナル発のみの片道運行で、大森駅及び、蒲田駅から、 東急バスのエリアまで乗り入れていいが、当初から利用者が低迷していたため2011年、平成23年8月30日限りで廃止となった。蒲田シャトル、鎌の95系統専用の車両で運行されていた。1992年、平成4年6月19日に開業。東京側は当初、京浜急行電鉄大森営業所の運行だったが、2003年、 平成15年頃に、羽田京急バスに移管され、2008年、平成20年1月15日出発日をもって、はいとなった。現在は西部観光バスと西日本 JR バスが、大宮、バスと新宿、横浜 E キャットをーツ京都間を、ビワコドリーム号として運行している。羽田京急バス発足後の2003年、平成15年7月18日、 京浜急行電鉄羽田営業所の所管で開業。当初は京都深草は通過、横浜駅東口、京都駅前を経由しなかったが、2006年10月1日開成時に3停留所に停車するようになる。あとに羽田京急バス自社の路線となるが、2008年、平成20年4月18日限りで撤退。 同時に西武バスが撤退した池袋大阪線と統合、阪急バスの単独運行による池袋、品川、横浜大阪線となる。品川、横浜地区発着分は、京浜急行バス、池袋発着分は、西武バスが予約、発券業務を継ぎしていっていた。阪急は、品川バスターミナルに変えて、渋谷マーク式と新宿高速バスターミナル、現、 バスタ新宿を経由する池袋、渋谷、新宿大阪線リニューアルすることになり、2012年、平成24年5月31日限りで廃止。リニューアルの際に京王バス東が、東京側の新たなパートナーとして参入している。横浜駅を経由していた分は、阪急と京成バスが共同運行していた、千葉、TDL、東京駅大阪梅田。 神戸線を停車させることで対応し、こちらは2015年、平成27年4月1日から、京成バス単独となってありに至る。京浜急行電鉄羽田営業所時代の1990年、平成2年3月に新設。2015年、平成23年9月30日限りで撤退。両ソナホールディングス単独運行となった。なお、東京側の予約業務は、 京浜急行バスが運行支援業務は羽田京急バスが引き続き担当している。京浜急行電鉄大森営業所時代の1989年、平成元年7月31日に開業。その後、京浜急行電鉄羽田営業所と京急観光バスを経て2008年、平成20年3月15日から羽田京急バスの運行となる。2009年、 平成21年7月31日限りで JR バス関東が撤退1ヶ月後の8月31日出発便限りで残る3車による共同運行を終了し JR バス東北2.3号と広南バス羽田京急バス1.4号がそれぞ別路線となるそして2010年平成22年2月28日の1.4号の 運行を最後に、羽田京急バスが撤退。単独運行となる、広島南バスは、翌3月1日の出発便より相性を、津軽号に変更。ラフォーレ号としては、JR バス東北単独で継続され、現在に至る。ドトラックスを除く3メーカーの車両が在籍し、J バス、イスズ、日野製を中心に、三菱不走製の車両を要する。 一般路線車は一時期4メーカーすべてを用していた時期があったが、同性の中型2ステップ車 RM3 台、2000年に、能美台営業所から、転入が2009年3月までに全廃され、また最後まで残った、三菱不装、エアロスターの NH6238 号車、元ターミナル間無料連絡バス専用車が2015年3月に、特定登録に変更。 TNH6238 号車となったことにより、現在は J バス製の車両に統一されている。2016年4月現在では、大型車、中型ロング車、中型車が在籍し、基本的に、イスズ、エルガとエルガミオが中心で、わずかに、日のレインボー HR とブルーリボンシティハイブリッドという人用になっており、全車がノンステップ車である。 羽田営業所時代は、大型車が三菱不走車に統一されていた時期があり、椅子大型車が再度配置されてからも多数派だったが、徐々に数を減らし、前日の NH6238 号車が2015年3月に特定登録に変更されたことにより、一般路線用の三菱不走車は消滅している。大型車は椅エルガが主体に、 ターミナル間無料連絡バスから転用された日のブルーリボンシティハイブリッドの NH3801 号車が在籍する。エルガのうち NH2459 号車はターミナル間無料連絡バスから転用の長尺車で2016年2月には新型エルガ NH2633 号車 q k g l v 2 9 0 n 1が導入された。 なお、エルガのうち NH1071 号車は、当初の一般路染色からリムジン色に塗り替えられ、革の95系統の予備車となっている、後日、中型ロング車は、日のレインボー HR10.5M 車で、2001年度から2004年度にかけて積極的に導入され、これに2006.2007年度の車と、 大森営業所から転入の NH4042 号車を合わせて再生期は16台用したが、経年助成によりその数を減らし、一般路線用の大型車は、エルガが過半数を占めるようになった。これらの大型車と中型ロング車は、大森駅、蒲田駅、川崎駅から羽田空港、東、工事や JFE 型の運用を中心に重当される。中型車は、 イスズ・エルガミオに統一され、うち NH2667 号車は、新型エルガミオである。かつては、土屋日の製の中型車が在籍していた時期があるが、土車は、経年除籍、日の車は、貸切登録に転用されている。鎌田駅から六号橋、大森東方面及び出入庫の関係で、羽田車庫発着のカバ33.43、系統などに用いられる。 蒲田駅 JFE 線に充当される場合もある。一般路線向けの小型車は在籍していない。三菱不走、エアロスター5台、NH5077 から5080、6736号車、と予備車として、イスズエルが1台、NH1071 号車の、計6台が所属している。NH6736 号車は、新型エアロスターである。 カバの95系統専用車として2010年に導入され、その他の路線に用いられている一般路線用車とは異なり、リムジン塗装、白地に赤帯となっている。また、一般路線用の車両が代走する場合もある。室内は予備車となっているエルガを除き、座席がハイワックシートとなっている。羽田空港敷地内で運行するターミナル間。 無料連絡バス用の車両として、日のブルーリボン式ハイブリッド及び新型ブルーリボンハイブリッドが導入されている。かつては三菱不走、エアロスターエーコハイブリッドやエアロスター、イスズエルガなどの車両も運用についていたが、車両の置き換えや一般路線への転用などにより、ハイブリッド2車種に集約れた。しかしエアロスターエーコハイブリッドは、不調が続いていたことから、 ブルーリボン式ハイブリッドをゾービの上を置き換えた。これにより現在のターミナル間、無料連絡バス専用車は、日の製のハイブリッド車に統一されているが、一般路専用の車両が代走する場合もある。2016年2月には、新型ブルーリボンハイブリッド、NH4632 号車が、国際線、国内線ターミナル循環専用車として導入され、これに伴い、 ブルーリボンシティハイブリッドのうち NH3801 号車が塗り変更の上一般路線に転用された。無料連絡バスのため車内には運賃箱が設置されていない。また空港内輸送用途のため大型の荷物に対応可能な荷物置き場が車内に設置されている。外装は東京空港ビルデング東京国際空港ターミナル株式会社及び 羽田京急バスと表記のある専用塗装で、国内線ターミナル循環は、白色、国際線、国内線ターミナル循環は、緑色とな、いる。羽田空港、穴森稲荷駅周辺企業の送迎などで使用される、貸切専用及び特定車が所属している。2017年8月現在、特定車はかつて東大島線などで使用された、三菱ふそう。 エアロスターワンステップ車や、東映業所唯一の小型車である、日野、ポンチョ、一般路線用と同じ鈴エルガミを、一般路線から転用されたい鈴エルガが在籍する。エアロスターワンステップ車以外はすべてノンステップ車で、エアロスターは、大和海ゆ羽田黒のゲート、ポンチョとエルガミをは ANA などの契約輸送に、充当される。貸し切り専用車は高速バスから転用された、三菱負荘。 エアロクイーンや日のレインボー R10.5M 及び q m 車などが在籍している。このほか三崎営業所から転属した三菱不装、エアロミディア、元京急観光バスの椅子図、仙台ガーラも貸切車として在籍していたが、すでに廃車となっている。羽田空港発着の路線に用いられる。カバの95系統専用車と同じく白地に赤帯のリムジン塗装となっている。 羽田京急バス所属の東京駅線専用車として、日野、セレガールが在籍。NH3555 号車は、ミシュラングリーンライナーとしてラッピングされている。H 表記の運行委託車は三菱不走、エアロエースや三菱不走、エアロバス、日野、セレガ、イスズ、初代ガーラなどがあった。水戸駅、日立駅羽田空港線は、IC カード利用が、会社解散まで。 不可能だった。トイレ付け3列シートのスーパーハイデッカー車両が所属している。ビーム1号、シルフィード号、エディ号に使用される。車種は三菱不走車を中心に、日野、セレガが在籍する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。